皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ軍、クルスク侵入続報です。では参ります。 えー、昨日の動画を出しました。で、8月の7日の夜の時点で続報が次々に入ってきまして、このクルスクへの侵入というのがかなり大規模であるということが判明しました。差し替えることも考えたんですけれども、何のためにウクライナがこの作戦を実施したのかというところがわからないので、えー、1日ちょっとお時間をいただいたという形になります。今日はそれをね、共有していこうというふうに思います。よろしくお願いします。 まずですね、クルスク侵入の話に行く前に、ちょっとね、落ち着きたいので、一個だけウクライナの戦果を紹介させていただきたいと思います。えー、モロゾフースク空軍基地への攻撃、滑、えー、空爆弾を完全に破壊したっていうお話はね、証拠画像とともに、えー、続報をお伝えさせていただきましたが、戦闘機の方も出てきました。SU34 ですね。もう丸焦げになっている、焼きすぎた魚みたいになっているような、そういう映像が出てきたということで、 SU34、貴重な戦闘機、一機は確実に破壊していたというのが判明したというお話でございます。では、苦スく侵入の話に行きたいと思いますけれども、えー、当初はですね、かつて自由ロシア軍団とか、ロシア義勇軍団が少しね、ベルゴルドの方に侵入したっていう事案がありましたが、すぐ引きました。そういう形の短期的な侵入かなというふうに思いましたけれども、その後続報が次々に入ってくる中、 えー、ロシアのプーチン容疑者がですね、えー、クルスク侵入を認める表明というのを出しまして、この後緊急事態宣言も発令されるということで、ウクライナの侵攻が大規模かつ継続的に行われているということが、ロシア側からも確認できたという、そういう状況になりました。で、この侵入の中で、すでに色々な戦果というのも上がってきてまして、ウクライナ軍の侵入で、ロシア兵が大量にね、降伏をしてきてます。つまり、 えー、戦闘経験があまりないような、ハリコの虎のハリコの部分ですね。この部隊がたくさんいたということで、最低でも100名今捕虜にしてるって言われてますね。で、最大値で出てきている数字は300名捕虜にしたっていう数も出てきていて、実数はわかりませんけれども、かなり多くのロシア兵が捕虜になりました。で、これも戦闘の上での捕虜ではなくて、もう降伏しますっていう形で捕虜になったということですね。あまり使い物にならない部隊を配置していたということもわかっています。 さらにこの侵攻の途中でヘリコプターを撃墜していますけれども FPB の一人称のドローンですねこれでヘリコプターを撃墜するっていうそういう戦果がありましたおそらくねこの戦争が始まってから FPB のドローンでヘリコプターを、ね、撃墜するって初めての事例じゃないかなと思いますが実はこれ以外にもプラス2機ヘリコプターを撃墜したという。 そういう話も出ているということで、この進行に伴う戦果というのも上がっているということになります。では、何のために、ウクライナがこのクルスク侵入というのを決断したのかっていう話なんですけども、まずは、それはちょっと目的としてはないんじゃないのっていうのと、えー、目的としてあったとしても、副次的なものなんじゃないのっていうところから、本丸以外のところからお話をしていこうというふうに思います。 えー、現在地図で見るとこんな感じで、スーミーの北東になります。スジャという街、あとは北にコレネボという街がありますけれども、ここに向けての侵入だったということが分かっております。最初ね、かなりの進軍スピードということで、えー、ロシアが今ハルキュー方面で、ボフチャンスクも含めてね、ハルキュー方面で、えー、ウクライナに侵入してきた、えー、占領している面積が150、えー、平方キロって言われてるんですけれども、 これの倍ぐらいまでいってんじゃないかっていう話がありましたが、現在視覚的に確認できるものも含めて、これぐらいじゃないかと言われてる地図が出てきておりますが、それでいくと大体同じぐらいの面積かなっていう、そういう侵入になっているっていうことです。ちなみに、スジャの町を完全制圧したという情報も入っていたんですけれども、まだね、完全制圧は できていないんじゃないかというのが現在主流になっている情報ということになりますね。で、この上でまず情報として上がってきたのが、スジャの街を経由してロシアからヨーロッパに向けてガスのパイプラインが通っていると、天然ガスの。それの蛇口を閉めに行ったんじゃないかっていう話がありましたけれども、えー、天然ガスの蛇口を閉めるためだけに、東部戦線がきつい中、ここに兵力されてこんな大規模な作戦するのかっていうと、 ちょっとですね、えー、目的と現在のウクライナの状況というのが釣り合わないのかなという気がします。弱地は閉めるかもしれませんけれども、それはあくまで副次的な要因なのかなという気がする。このね、ガスのパイプラインがね、生きてるのか、それとも現在使用されていないのかも意見が分かれているような状況ですね。その上であんまりここは違うのかなという気がします。さらに一番ありえない情報としては、原発の話。この地図で行きますと、 え、スジャの北東の方にクルスクという大きな町がありますが、その西側に湖が見えますね。この湖のところにクルスク原子力発電所というのがあります。スジャからね、約60キロぐらい北に行ったところということになりますが、ここを取りに行ったんじゃないかっていう情報も出てきましたが、さすがに原発占領するっていう、今ロシアがね、やってるような ことをし、同じことをウクライナがすると国際的な批判を浴びます。で、それはウクライナに対する支援体制にも影響を及ぼしてしまうことなので、ウクライナとしてはちょっとリスクが大きすぎるということ。多分ウクライナが達成しようとした目的は、この原発占領で出てくるリスクと、 真逆のことなんじゃないかということですね。それはまた後ほどお話をさせていただきたいというふうに思います。えー、そして、副次的なというところで、一番ね、うなずける情報としては、こちら、天田久遠さんですね。よろしくお願いします。えー、ベルゴルドに対する補給路、これをね、切断しに行ったんじゃないかっていう、うん、そういう話が出てきております。で、これはウクライナにとってかなり意味がありますね。 で、ベルゴルドに対する補給を遮断するというのも意味があるんだけれども、スジャというところの補給拠点を潰しておくっていうことにもっと意味があるかなと思います。どういうことかというと、このスーミーというところの高低差というところを見てみると、実はスーミーに入ったところ、ウクライナ領土内が高台になっているので、守りやすい地形ではあるんだけれども、 ロシアの方が兵数が多いのと、やっぱりね、武器もロシアの方が多いというところで、スーミーに侵入されないというところをもう少し強くしたいんであれば、えー、そこの拠点になるようなスジャの街っていうのを叩いておくのと、スジャに補給できるような物資を運べるような線路を叩いておきたい。で、線路なんで復旧というのは早いんだけれども、実はですね、このクルスクからスジャに行くまでの線路の中には、えー、橋ですね。 うん。鉄道橋っていうのがいくつもあります。4つか5つぐらいあるんですね。これをぶっ壊すっていうことができるとなかなか普及できないということで、えー、スーミーへの戦線拡大というところはロシアなかなかできなくなるということですね。現在ハルキウ方面で戦線拡大した部分だけでロシアの戦線拡大は止まるということですね。 これは副次的な目的としてあるのかなという気がします。しかしながら、ベルゴロードに対する補給というところを切断しに行くっていう今度は考え方。これはハルキューの方での戦場を有利にするっていう意味だと思いますけれども、ということになると、まだ他にね、補給するラインがあります。ちょっと地図を貼り付けますけれども、えー、クルスクから、えー、リゴフという 東えー、西か。西に行ったところの街を南下してスジャを通ってベルゴロドに至るっていうですね。えー、半円を書くような線路があります。これを切断しに行ったとて、実はクルスクから、えー、ほぼほぼね、真南に行くような線路。これは、えっ、ー、と、Google の地図で、航空写真でアップにしてみると、地図、えっ、ー、と、線路が確認できました。 というと,ところで、真南に行くような線路もあるわけですね。さらに、この線路と線路の間に E105 という大きな幹線道路もあります。なので、この大きな補給ラインのうちの一つを潰すに過ぎないということになりますね。うん。ということなので、メインの目的かというと、 メインの目的ではないんじゃなかろうかっていうそういうういい気がするということですじゃあ、今回ウクライナがこのスーミーからの進攻を、かなりリスクを負った進攻になりますが、これを決断した、選択した一番の理由は何かということなんですが、ズバリですね、これ、西側の支援武器の規制の解除、これを訴えるための作戦だったんじゃないかなという気がします。 今回のこのスーミーからの侵入に関しては、ウクライナを応援しているような軍事ブロガーの方でも、まあ、怒っている人というのが少しいますね。どういうことかというと、東部戦線がこんなにきついのに、部隊を北に割くとは何事だと、東部に割り当てろっていう、真っ当な考え方なんですけれども、これが、西側兵器、特にアメリカに対して武器の使用制限解除しろっていう、そういうメッセージを含んだ作戦であると、 するんであれば東部戦線だけではなくて全ての戦線に今後影響を与えるそういう話になるので東部戦線にも十分メリットのある作戦ということになります。具体的にどとうい,ういうことになりますと実はロシアがソ連時代からも含めてこれだけ大規模に領土内に侵入されるという経験は80年ぶりだそうですね約80年ぶり。そうなってくると ロシアとしては核使用の報復も含めて大規模な報復をしなければいけない。国内でも動員かけなければいけないし、ウクライナに対して戦線布告をするような状況になってくるということです。今までロシアはウクライナに対して特別軍事作戦という名前で侵略戦争をしてました。これを正式に戦線布告して戦争状態にして大規模な報復をする。そこな、その中には核兵器も含まれているというような状況。 これをロシアが生み出す可能性があるので、ウクライナにとっても非常にリスクが高い。ところが、これをするためには、ロシアには大きな矛盾がある。ロシアは矛盾を抱えている。どういうことかというと、ウクライナに対して宣戦線布告をするということは、ウクライナを正式に国家として認めるということと同義になるわけですね。 でも特別軍事作戦でやっていて今までロシアはウクライナなんていう国はないしウクライナ人という人はいないんだというそういうナラティブ政治的物語を世界中、世界中にも国内の中でも巻きまくってきたわけです。この政治的ナラティブからロシアは離れることができない。なので大規模な報復というところ宣戦線布告をするような報復はできないので核兵器の報復もできないということを ウクライナは示したいいいんじゃないかなかと思いますつまり戦争のエスカレーションを理由に武器の使用を規制しているけれどもその必要はないというメッセージを主にアメリカに飛ばしたいんじゃないかそのための命がけの作戦なんじゃないかというのが当チャンネルの読み筋ということになります実はですねウクライナはこういうアメリカへのメッセージをはらむ危険な作戦というのをかつてね一度やっているんですよでこれが成功しています どういうことかと言いますと小泉悠先生のノートからお借りしたいんですけれども西側製兵器によるロシア領内攻撃の開始というそういうノートの機構がありましたちょっと有料なものなので部分的な紹介をさせていただきたいんですけれども。 えー、かつてウクライナはですね、5月かなぐらいに、ボロネジレーダーというのを2箇所攻撃しています。一つがクラスノーダールのところ。で、もう一つがオレンブルク州というところで、ウクライナからね、1800キロも離れているところ。ここの、ボロネジレーダーというのを攻撃してるんですね。ところが、そのボロネジレーダーというのは、主に弾道ミサイル、つまり核兵器っていうのを捕捉するためのレーダーなんですよ。しかもこのレーダーが、 ウクライナの戦場の方向いてないので、ここを攻撃する意味って、戦況としてウクライナの戦場には影響がないんですね。ところが、これをウクライナは観光しました、うん。じゃあなんでこれ観光したのかというと、このレーダーを攻撃することというのが、ロシアが核報復をする、核兵器を使う、実はね、理由になるような攻撃だったということです。ちょっとね、ここだけ、 あの小泉先生からお借りしたいと思うんですけれども、えー、例えばですが2020年に公表された核抑止の分野におけるロシア連邦の国家政策の基礎第19項の B で、えー、ロシアが核兵器を使用する条件というのが書いてあるちょっとそこを読みます。えー、機能不全ににに陥ると核戦力の報復活活動に障害をもたらす死的に重要な ロシア連邦の政府施設または軍事施設に対して敵が干渉を行った時核の使用ができるっていう要件の一つにしているつまりボロネジレーダーに干渉したわけですよウクライナはなのでロシアが核使用する要件の一つっていうのを目の前で体現したんですねところがロシアはそれに対して核報復をしなかったつまりできないわけですね これを示したっていう賭けに出た。で、その後、使用制限が解除されるんだけれども、あまりにも部分的な解除だった。で、今回も北からの侵入を許すというところで、ロシアの奥の方の、例えば空軍基地であったりとか、えー、武器の貯蔵庫ですね。ここを A タクムスなんかの長距離兵器で叩けない。 ので、航空優勢をロシアに取られていて、核空爆弾打ち込みまくられてるような。で、これは東部戦線でも核空爆弾打ち込みまくられてるので、F16 が届いたこのタイミングで、ロシアの戦闘機とか、あとはその武器庫なんかをもっと奥にしたいわけですね。そのタイミングが来ているというところで、もう一度、ロシアの核使用の条件を満たすような攻撃をして、アメリカにメッセージを飛ばしたいんじゃないかっていうことですね。 ウクライナの今回のちょっと非合理的に見えるような数ー,ー州からの侵入というのは、えー、補給路とかを切断するとか、陽動作戦とかっていうことではなくて、おそらく武器使用の制限、これを解除するためのメッセージ。ロシアにはエスカレーションをするような能力も意志もないということをアメリカに示そうとしたそのメッセージなんじゃないかというのが、当チャンネルの読み筋というお話でございます。 えー、ウクライナ軍の規模からすると、この侵入というのは長期的にね、することは難しいんじゃないかなという気がいたしますけれども、えー、こっからまたどれくらいですね、この侵入が続くのか、ロシア軍としても体制を整えて迎え撃ちに来ると思いますので、その影響も含めて、また動きを共有させていただきたいというふうに思います。というところで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。